今日は総勢12人で人狼ゲームをします。役職は、市民6、人狼1、占い師1、霊能者1、狩人1、一匹狼1、囁く狂人1です。一匹狼とは、人狼チャットにも参加できず、他の人狼や囁く狂人からも認識されない。一匹狼は、他の人狼や囁く狂人を認識することはできる。囁く狂人とは、狂人と異なり、誰が人狼なのかわかる。そして、人狼と会話でやり取りすることができる。それでは、始めます。1日目、話し合いスタート。今日は久しぶりに12人ですね。急遇だね。私たち痩せてるから大丈夫ですよ。純子が場所を取りすぎにょん。ああ。しかも純子は狐だよ。それは釣るしかないで。でも今日は狐いないよ。みんなバカだな。私が狐なら、カゲロウは狼じゃない？は、言っとくけど私は霊能者だからね。いきなりの霊能仕様ですね。だって、名前だけで釣ろうとするおバカさんがいるから。対抗はいますか？いないにょん。じゃあカゲロウが進行ね。オッケー？占い師は誰だべ？サトヨシロ。初日は情報が少なくてわからないね。カゲロウどうする？じゃあ今日はグレランで。話し合い終了。投票中、投票結果。ネムの1票、純子11票。よって、純子が処刑されます。結局私を釣るのね。夜約。2日目、英気と小悪魔が無残な姿で見つかった。うわぁ。じゃあ。話し合いスタート。2人もやられたで。一匹狼は単体で襲撃するからね。私は一匹狼より、お一人様かな。それって寂しくない？全然。今はお一人様用のツアーや焼肉コースもあるにょんね。それはいいね。ゆっくりとストレス解消できそうだね。ゆっくりだけにね。うわぁ。あやのダジャレが寒い。失礼なこと言わないでよね。私はみんなとワイワイしたいな。人それぞれだでな。皆さん、話が脱線してますよ。占い霊能結果お願いします。あやゆろ。霊能結果は、純子は白だったよ。あとグレーは眠のと霊戦か。ささやく狂人がいるから、狼は確実に囲われているね。うんうん。でも、ささやく狂人は一匹狼が誰かわからない。だから、眠のと霊戦の中に一匹狼がいるんじゃないかな。確かににょん。ささやく狂人が一匹狼が誰かわからないなら、知らずに囲ってる可能性もあると思う。だからは確か眠のが一匹狼と断定するのはどうだろうか。なるほどね、霊戦の言ってることもわかるよ。そうですね、一匹狼が誰なのかはまだ予想がつかないということですね。カゲロウどうする？眠のは何かないの？別にないで。じゃあ今日は眠ので。話し合い終了。投票中、投票結果。霊戦1票、眠の8票。よって、眠のが処刑されます。仕方ないで。夜約。3日目、静葉と陽夢が無残な姿で見つかった。いやあ。にょーん。話し合いスタート。デブられましたね。やばいね。みんな、私が死んだから安心していいよ。安心はできませんよ。昨夜の池図。じゃあ占い霊能結果お願い。霊戦は白だよ。霊能結果は、眠のは白だったよ。マジで、本当にやばいんだけど。これはもう RPP だね。運に任せるしかないようだね。マリン投票よろしく。了解。投票中、投票結果。リノ3票、アヤ3票。票数のためランダムで。アヤが処刑されます。そんな。夜約。4日目、カゲロウと昨夜が無残な姿で見つかった。悔しいよ。残念ですが仕方ないですね。人狼を退治することが、できませんでした。人狼の完全勝利です。それでは、気になる役職配分を発表します。
カゲロウは霊能者。ジュンコは市民。エイキは市民。リノは人狼。シズハは占い師。ネムノは市民。アヤは市民。ミノリコはささやく狂人。ヨウムは市民。コアクマは市民。レイセンは一匹狼。昨夜は狩人でした。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、お会いしましょう。